スマート農業にはですね、例えばGPS 付きのトラクターとかですね、あるいはリモコンの草刈り機、それとドローンですね、これらの最先端の技術を使った機械が多いので、従業員は非常に興味を持ってですね、業務に当たっております。二連の直進アシストラクターについては、特別な技術とかそういったものは一切必要なく、おそらくパートさんでも機械操作を覚えれば、でとにかく二連の方に直進アシストラクターを使うことによってまっすぐ行くようになりました。これは後の作業として土を上げたりですとか、ブームスプレーヤーを使って防除をしたりですとか、収穫機を使って収穫したりですとか、そういったところに非常にメリットがあります。オーナイのメリットもありまして、オーナイの方は通常この機械で植えて、この苗ですと植えてから収穫まで半年間6ヶ月かかるものが、オーナイ技術の導入によって4ヶ月で済むと。その中ではいろんな、コスト削減、工数の削減、これが生まれております。やるタイミングがすごいなんか難しいというか、でも風がちょっとでも吹いたらそのもうどっか飛ばされちゃうような感じになっちゃうんで、やるときはもう結構、準備というか何日も前から天気チェックしながらやってます。でメリットがあるものについてはですね、特に大苗技術を使った定食と、それからGPS 付きトラクターによる定食、この部分についてはですね、非常に効果があったと考えてますので、今後も継続してこれを使っていきたいなというふうに考えております。効果があった科目とですね、それから、まだまだこれからの技術というのもありますので、そこはよく見極めた上でですね、元の部分を取り込んで、いただけたらいいのかなというふうに考えております。